矢崎のクリーンシーダ、一畳巻きです。ざます。岩手県盛岡市、田村市農場の田村です。8月の4日です。1日からね、結構雨降ってまして、草も結構生えてきてますけども、体が追いつきませんが、やれるところをやっていきたいなと思います。で、秋冬野菜もですね、どんどん種まきが始まってまして、で、種まきもしてるんですけども、まあ、以前だったら手でまいてたんですけども、今はこの機械を使って種まきをしています。この紹介を今日していこうと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。今までこう腰を下ろして、こう、直にね、種まきしてたんですが、これですよ、立ったまま、こう、綺麗に一粒ずつまける設定もできます。矢崎のクリーンシーダ、一畳巻きです。でですね、この矢崎さんのクリーンシーダーは、ここスプロケットになってるんですけども、ロール側、車輪側のスプロケットをこう大小、いろんなこの刃があるんですけども、これによって、巻く間隔をこう、設定できます。今12ケツのやつが出てるんですけども、11の10。車輪側が10。で、ロール側が11。なので、まあ大体8センチ、9センチぐらいの間隔で今、大根の種まきがなされてます。はい。で、ロールもですね、この前輪回すことによって、先ほどのチェーンが回って、ここのロール部分が回って、種が繰り出されるという仕組みになってます。これもね、ここに、パカッと取れまして、こういうふうな感じですね。車輪が、こうかな、すいません。車輪が走ると、種がここからポロポロ落ちてきて、で、ロールの設定によって、10センチ、8センチ、20センチと、こう、種が落ちるような仕組みになってます。はい。なので、ここにね、しっかり種がね、合わさるように、種の選別も、しっかりやっておくと、なお精度よく種まきができるという感じになってます。これ使ってからですね、今までこう、やっぱ手作業でやってた、ハッシュだと、ハッシュ量がどうしても多くなってきてしまうので、いやー、参ったなと思って、で、探してたら、知り合いの農機具扱っている方が、これいいよということで、そこから使っております。これはですね、しっかりこう、種が落ちる形状になってまして、で、余すとこなくこう、種が落ちるので、それも気に入ってですね、やってます。あとこう、中がクリアになってますので、しっかり種が落ちてるのもこう見えますしね。はい。というような感じで、秋冬にはこの矢崎のクリーンシーダーが活躍をしています。きれいに整備してね、長く使っていきたいです。これもね、なかなか結構な値段しますので、はい。というふうな感じで、雨続きでね、秋冬の畑が、ちょっとね、後期が、手起こししましたけども、畝立てたりとかっていうのがね、もうちょっと畑の水分が抜けてから、やっていきたいなと思ってます。まずね、ちょっと焦らず、やっていけたらなと思います。はい、では健康第一で、今日も頑張ります。ありがとうございます。